どうもこんばんは、カズクラでございます。え、あれどこだよ、ここなんで、なんか映ったわ、なんかなんだあれお、あれこれもか。お前誰だ。ヒカキンでーす。え、本物か。え、待って、俺の方がうめえよ。ブンブン、ハロー YouTube。 いや、もう一回言ってみよ。ブンブン、ハロー YouTube。いい低音してんな。ヒカキンゲーム、え、まさかあなたが。これやっぱりバグっちゃうんすね。どうもこんばんは。こんばんは。どうも、なんかうまそうな肉持ってんな。あ、もう全然、これもうあのちょ、くれる？ウェルカム肉ですこれ。はい。肉多すぎだろ。肉多すぎだろこれ、ね、空腹になったら大変なんで。なんかね、昔めっちゃ牛カットしてるやつになっ。そうなんですよ。でもあれももうそろそろ減ってきちゃってね。そうなの。またあれやんなきゃ、焼肉パーティーしなきゃいけない。うわ、そういえばさ、カズクラのワールドでステーキ肉食べたシーンないかもしれない今まで。あー、そっか。殺さずの誓いでやってたからさ。あ、そうなんだ。ちょっと食べてみていい？残酷カズクラの始まり始まり。あ、まだお腹いっぱいだから食べれねえ。ちょっと今回はですね、はい、このヒカクラワールドの方にもやって。そうですね。ちょっとまさかこれスティーブだと思ってなかったからすげえ残念だな。なんかさ、後ろに超ぶっさくなる。あれ何？あれはもうマーライオンですね。あれマーライオン。そうだ、インスパイアしたんだ僕。そうですよ。インスパイアされて、まあ、作らさせていただいたんですけど、あれでも僕の方が可愛いんですよね。ああ、でもそこは僕も否定できないな。ちょ、僕の方もね、なんかゾンビの声聞こえたよ、この下。そう、僕の家の下でゾンビだらけなんで、常に。いつも、ゾンビの音聞こえすぎだろ、いつもゾンビの音をオフにしてるんで。いばきすぎて。そうそう、もう無理だから。俺、ヒカクラ見てさ、初めてその方法知ってさ。オフにできるんだ、みたいな。そう、もう洞窟とかがあると、なかなか大変で、潰せない。なんだ今、チビゾンビの音したな。チビゾンビの音か。これ、巻き潰し？そう、これ巻き潰しですよ、これ。下付き。のやばいなぁ、ここ。いいっすよ。村人のワンポイントがいいよね。そうなんですよ。そういえばさ、この前ヒカクラのワールドで許可いただいたから、これ、はい、パクるよ。あ、モアイですよね。これ、うん、モアイですよ。もうこのモアイ以上にモアイっぽいの作っていいですよ。ちょっとリアルなの、これ以上のやつ。これめっちゃ簡単なんでね。頭からなんか伸びてんなぁ。そうなんですよ、これレーザービームなんで。やっぱヒカクラのロマンあるよね。いや、ほんとっすか。なんか、眩しいな、この下も。これ眩しいな、赤くて。いや、これ連れて帰ってくるの超大変だったんですよ、ほんとに。これ、反動で増えすぎちゃうんでしょ。まあ、でも、もう増やさないと心配で。それわかる。そう、どのくらいだったかな。座標5000くらいだったかな。ちょっと待って、うるさいな、ここ。ちょっと、まあ、もしね、効果もよろしければ有効的生物もオフにしてもらって、ね、そうさ、今回はね、僕冒険来たんですよ、はい、ここ、はいはい、やっぱいろいろね、僕大好きなんで、冒険的なものを冒険ちゃいますか。ちょっとね、資材的なもんもね、調達したいなと思って。わあ、ちょっと嬉しいな、この村で。ヒカクラのね、それあれですから、そうそう、宝になります。困ってるって聞いたんで、やった、頑張っていきましょう。ちょっとじゃあ、家でちょっとまず武器とかをお貸しします。雑音すごいな、ここ。うるさい。あ、そいつら逆さまんな。うるさい。そいつら可愛いんですよ、ほら。いつもこいつ逆さで卵を産んでくれてるんだ。これ知ってるよ。いいっすよ。僕ね、このヒカクラのやつで、いろいろ可能性を見たから。ほんと逆さまシリーズで何個も作れんだって。あ、そうそうそう、そうなんです。でも意外と知らない人多いんですよね。そろそろさ、はい、逆さましてから結構経ったでしょ。だいぶ経ってます、ね、そろそろ僕のワールドでしていいかな。いいっす。OKOK。 ありがとう。 YouTuber そういうのあるからね。まず寝ますかね。まず寝たいな。ちょっとね、うん、うちね、ベッドが基本的にないんですよ、1個しか。ちょっとね、1個しかないの。ちょっと今作ります。作って、これ基本茶色の羊毛で作るんだけどね。あ、やべ、ここベッド置けない。あの、俺覗くしてる。あ、大丈夫です。あー、ありがとう。添い寝できる、添い寝。あ、じゃあちょっとおやすみなさい。おやすみなさい。はい、ポイッと。あー、よく寝たー。あー、よく寝たー。よく寝た。負けねえぞ。あ、やべ、喉痛めてきた。じゃあ行きましょう。武器。どうぞ。武器欲しいよね。ここが結構鉄系のなんかガラクタボックスですね。あ、ヘルメットある？ヘルメットありますよ。ヘルメット。ちょっとヘルメット欲しいんだ、俺。もうほんと、皮でもいいから。あ、それでしたらね、ここのゴールデンボックスに入ってます。ここ。どうぞご覧ください。ここ。はい。ちょっといただくね。あー、めっちゃあるな、これ。いいな、あれな。あ、金いい？これいいっすよ、よりどり緑。火炎耐性のやつでもいい？これいいっすよ、これ全部ゾンビとかから取ったやつ。あ、もう一個いっていい？
うな、ちょっと寒いじゃん。ゴージャスだな、これ。ちょっと待ってね。あー、めっちゃ豪華になったわ。やっとちょっとなんかスティーブ感減ったわ。うん、スティーブ感減った少し。あ、石の剣だけいただいていい？これ、石の剣。あ、そうそうそう。あえて弱いやつでいくスタイルですね。うん、これでいこうかな、石の剣。オッケーっす。で、じゃあ、もういけますか？もうあとは掘るやつだけ。掘るやつ。もうあとは僕たち結構、長いから歴史はね。あ、じゃあここら辺、掘るやつ入ってます。うん、あー、いいなるなー。どうぞどうぞ。もうお好きなやつを。あーこれいい、効率強化ついてる。全然いいですよ。やったー、よし、こんでいいよ。よっしゃ、じゃあ行きますか。じゃあ行きましょうか。ちょっとこの家の近くもガンガン冒険しちゃってるんで、はい、ちょっと遠出の方したいなと思って。じゃあコンパス持ってっていいですか。はい、今日は遠出編。コンパス使う人久々に見たい。あ、本当ですか。座標で見るんですね。はい、あの砂の村の方行くと座標がちょっと分かんないんですよね、はい、僕。そう、よし、じゃあ行きましょう。これね、あのすごい遅いトロッコなんでね。はい。Okay、この執着シーンがないのがいいよね。そうそうそう、いいよねこれ。結構コメント来ますよ、あのなんかちゃんと拾われるような装置作れって。はい、行っていいの。行っていいですよ、僕すぐ。あ、んでちょっと行ってきます。あー、来てる来てる。わー、なんか後ろクリーパーのやつもあるなー。そうそう、あれ水で作ったんですよ、ね、いいなあれ。処理重そうだなー。あ、すげー。あ、なんか見えてきた。ビーチが見えてきましたね。見えてきましたね、パラソルが。はい。あれ、あれビーチ。あれビーチです。はい。あ、なんかね、このカズクラのワールドもなんかすごい元気出てきましたよこれ。あれビーチですか。あれビーチですよ。で、ちょっと行くとね、うん、あのマリオが出てきます。マリオ、はい、あー、出てきたなー。あ、ぼかしつけて、モザイクかけとこうかね、一応。モザイク。ファリオ、ファリオ。ファリオ。うん、ファリオか。ファリオ。あー、来た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 。さあ、あとはね、この下にいい道路がね、ちゃんとあるかね、通路がね。なんかいっぱい置きっぱなしになってるこれ。村人いっぱいいるんで、ここね。あー、よかったよかった。はい、こっちこっち。おしゃれだなー、この村ね。そう、あの、レンガにしたんですよ、ね、めっちゃいるなこれ。そう、今、ウィザーと戦う時のために増やしてたんですけど。もしも全滅した時より。そうそうそう。あー、よかったね、みんな。もう不安なんですよ、村人増えてない。なんでもないけど、いや、久々にさ、MacBook でやってるから。あ、そっか、いつもと操作が違う。そうそう、タッチパッドで殴っちゃうんだよね。ごめんね。いえいえ。ごめんね、ごめんね。このね、村の周りは、うん、洞窟、その、あんまりまだ行ってないところがいっぱいあるんですよ。あと、洞窟以外にも、周りも、うん、そんなにこう、見てない。あー、なるほどね。いやー、ちょっと頑張っていきたいな。あ、そういえばさ、次回、ちょっと下の洞窟に向かっていくということで、はい、最後、ちょっと、この村でさ、はい、なんか、おすすめなポイントっていうか、ちょっとそこだけちょっと、ご紹介いただきたい。おすすめのポイント、もう、見ての通り、なんもないんすけど。この村の、なんか、一押しみたいな。調子はもうスケルトンスポナーしかないですね。あれカズさん、あ、でもね、この中にね、あれいるんですよ。え、ここがあのスケルトンスポナーの場所。そう。あー、ちょっとそこだけね、実際のやつ見てからちょっとだけ歩くんですけど。夢あるよね、あれ。まだ見つけてないんだよな、スケルトンのスポナー。ですね、僕多分でも十何個は見つけてて、やっとなんですよ。ようやく。そう、クモとかゾンビはもうなんか本当にたくさん見つけてきたんですけど、うん、スケルトンはなかなかなぜかなくて。ただなんか調べたら雲と確率は一緒らしいんですよね、うん、あ、そうなのと僕は調べた時には書いてあって、だからもしかしたらカズさんも僕も運がただ悪かったのかもしれない。あ、そうだったんだ。あ、ちょっと待ってね、全然今肉食べてるから。あ、どうぞ。うまい。だけだけだけで、どこだ。あ、こっちですね、こっち。で、ここか、ここにあったんですよ。あー、そう、あれかー。で、こっちに、あ、ここっすね。これかー、爆発していった場所。そうですね、ここ、一気に100匹くらい倒したんですけど。うわー、いいなー、これー。コロシアムにしたの。これも今度僕やらせていただきますんで、ありがとうございます。あ、ぜひぜひ。ありがとうございます。あー、よかった、いいもん見れたわー。で、ここ初めてホッパー使ってますからね。実績解除。そうそうそう。あ、来た来た、ほら。おー、来た来た。そう、嬉しいんすよ、これ。はい。そう。あ、いいねー。これでやっとコップに困んなくなったんですよね。うわ、やだらけじゃん。よっしゃ、ちょっと村に一応戻りましょう。戻りましょうかね。うん、やばいやばい。ハスクが出てきてしまう。あ、まず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 。そう、ここもう砂漠なんでハスクだらけになっちゃうんで。ハスクになるんか。そう。へーっつってすっげー嫌な声なんですよ。やべやべやべ。ハスク出会ったことないぐらいだ。おお、で、僕も実はびっくりしたのが、うん、チビハスクいるんですよね。チビハスクとちょっと会いたいですね。ちょっとハスク一回だけ、ね、次の冒険用にさ、あ、そうしましょう。一匹だけボコって、終わりね、多分、街で、ちょっと終わりにいれば、絶対出てくるんで。あ、来た。必要な時に出てこないね。さあ、いやー、ヒカクラに、カズクラに、かなうと思うな。オッケー。
まったく。ただね、そこの村が面白いのが半分あの、うん、何草原というか、うん、で半分砂漠なんで雨が半分降る村なんですよ。怖い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 。やばいやばい、ミッチも来てる。ほらまずお前ぐらい行ってる。よーしよしよし、最強の二人がいたら大丈夫だ。で、あ、いた、ハスクいた、どこあそこに。すごい声だ。あ、これ、あ、声怖っ。わー、ちょっと、で、ゾンビと一緒に歩くと分かるんですけど、めっちゃ、あのなんか、スレンダーだよね。ちょっとでか、あ、確かに細いか、てい大きいから細く見える。あ、いてあ、ほら、空腹になってる。あ、やべべ、あ、毒状態みたいになってる。ちょっとゾンビより強いんですよね。だからでも特別なんか手に入るってわけでもないんだな。そうっすね、なんも大したゾンビじゃねえな。お得感ゼロです。さて、村にのぼ、ね、戻って年齢しましょう。年齢して終わりですよ。年齢して終わり。あ、やばい、ここベッド。ベッドはちょっとね、羊毛、あ、羊毛があるから。あるある。そう、よいしょ、オッケー。よし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 、いいよ、おやすみー。おやすみあー、よく寝たブンブン。あー、よく寝た。あー、よく寝た。あー、低いな低いな、本家は。まあ、いとまあですね、本日はこんな感じで終わりましょうか。はい。あー、疲れた。いやー、お疲れさまでした。 でも、次がね、冒険編だからね。そうっすね、もう、カズクラのワールドみたいに大したね、こう、ギミックとか全然なくても、すいやせんね、これね。でも、今日一日で、ヒカクラのね、いいとこ全部見せれる。見せれたよね。なあ、もうね、そうですね、もう業界ナンバーワンの薄さなんでね。ね、業界ナンバーワンだからね、みんな知ってると思うけど、ナンバーワンなんですよ、ヒカクラ。ヒカクラもな、いやいや、ナンバーワンですからね。そんなことないですよ。その最高の村見せれたので、僕としてもね、嬉しいですよ。いやいやいや。下のね、概要欄の方にね、夢のあるヒカクラの、ヒカクラのね、チャンネルあるからね。大したことないですよ。もしよかったら、もしよかったら見に行ってみてくださいね。いや、それでは本日はそんなところで、せーの、ブーイ。前回のカズクラ、カズさんなんかよくわからない世界に迷い込んだ。なんだここは、ヒカキンワールドじゃないか。ヒカキンワールドのものを確かめながら冒険の準備へ。さて、本日が本番です。はい、どうも、こんばんは。ちょっといた。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、サボテン畑へようこそ。ヒカクラか。ハロー YouTube、 どうもヒカキンでーす。どうもカズキンです。いや、前回に引き続きね、ほんと食らうね、これ。そう、これたまにこう、何、撮るんですけど、うん、拾ってると絶対食らいます。いや、ここでどうもこんばんは、カズクラでーすができたら、ね、一流だよね。そうですね、追いかけっこでもしますかね、これね。負けないぞ。なら僕が鬼だぞ。行くぞ。はい、いいぞ。待ってろー。あー、いてーい、てーいてー。どこだ。あ、ここない。ちょっと助かった。あー、捕まえたわ。いや、こんな時間がないんだよ、今日は。そうですね、冒険、うん、冒険、ね、今日は冒険ですよ、冒険行きましょう。ブンブン行くぞ。行くぞ。どっかいい地下洞窟があるって聞いたんだけど。あ、でもね、この洞窟行ってないとこたくさんあるんで。あー、なら二人で見つけていこうっていうことですね。そうですね。なら今回はもう時間制限で、はい、まあ15分ぐらいで。15分、どうでしょう。いいですよ、結構。じゃあ急がないと。やっぱね、マイクランフターのね、ツートップ、はい。今のはやめておこう。今のはちょっと嘘だ。すいませんすいません。本当に洞窟の穴がどこにあるかもあんま分かんないんで。大丈夫、女。なんとなくの地形見ればさ、はい、分かるでしょ、僕たち。まあ、そうっす。あ、ここら辺が怪しいと思うんだけどな。あ、サバナの方。木の生えてるところさ。あ、そう。で、あの辺ひまわりが生えてるんですよね。あ、でも本当にいそう。あ、穴あるな。本当に。お、いいですよ、これ。ここいいっすね。いいですよ。狼一回探したとこかな、多分ここ。ただ洞窟は一個も入ってないと思います。狼も連れてきたいとこ。あー、ここでも、どうかな。あれ、あ、入って、あ、ここっすね。入っていった後ある？ないよね。いや、ないんすけど、あ、終わりかも。嘘だ。あー。フィニッシュ。まあでも、こんなスムーズにいったらね、動画すぐ終わっちゃうから。そうですね。うん。はいよ。もうちょっと探しに行ってみよう。行ってきましょう。あ、食料持ってきてる？持ってきてます、バッチリ。あ、バッチリ？マックスにあります。めっちゃステーキお腹たまるやん、これ。本当に、あれ、ないんすね。そう。肉めっちゃいいね、これ。え、あ、だから魚食べてたのか。そう。だから魚なんですよ、私。じゃがいもと魚。でもあれでしょ、魚も同じ命ですから、肉食べた方がいいんじゃないですか。ですよね。
あ、こっちがね、海なんですよ。海辺の方にも、あ、でもなんかありそうな感じなんだけどな、地形的に。洞窟や。あ、マグマがあるんですけどね。マグマは、ね、ヒカクラ結構得意じゃない。あんままだダイブしてないよね。そんなしてないですね。ね、ダイブはね、みんなが喜ぶっていう悲しむやつだからね。みんな喜ぶんだよな。ね、僕ら実況者、元気を与えないとダメだから、あの、マグマダイブなんてできないよ、本当に。まあ、マスオさんとか得意ですけどね。あれ、本当にないな。ないよね、これ。ないっぽいっすね。ないね。ないっすね。夜を迎えるね。ちょっとやばいっすね。これさ、船であっち行っていい？側面から発見できるんじゃないの、これ。マジっすか？じゃあ、ここちょっと木切った方がいいっすか？ちょっと木、やばい。木切って。怖い怖い。危ないぞ、危ないぞ。これは。いいよ。もう作るから、今。よいしょ。待って、今、2席分作るから。あ、嬉しい。やべ、4つできた、4つ。おぉ !4 つできた。いくらなくしてもいいからな。ほい、おぉ、来た。やべ、ちょっとボート乗んの久々だな、ちょっと。怖い怖い。陸地がないからな。うん、じゃあ、こっちでも行こうか。あ、やべ、なんか運転がむずい。あ、そっかそっか。こうか。そうっす。あ、そっか。全然できました、大丈夫。よーし。うなね、あの石の島って、あっこどうよ。いやー、でも洞窟は多分あったとしても行ったことはないはず。うわー、すげえ。怖え、海って。夜の海は怖いな、これ。ねえかなー、どっかまだね、見せ場のシーンがね、作れてないっていうね。取れ高がね、取れ高。ちょっと、ここ、穴ぼこっぽくなってるんじゃない？あら、なんか見えるよね。ここがちょっとちっちゃい穴が開いてるのと、それとあと、こっちの、ここ穴かな、これ。あ、違う？あ、違う。さっきの、さっきの、あの上の方も多分穴だよ、あれ。あの、ここ。あれ？あれも穴じゃない？あ、違うかな。あ、それ木ですね、それ。あ、あれ木かな。ほんで、さっきの、ちょっとヒカキン君が見つけた場所。あの、高い石にあったとこっすね。そう。オッケーそうです。あっちの、ちょっと上陸してみよう。行ってみよう。あ、ここだよね、確か。そこっすね。ちっちゃいなー、でもこの穴。あるかなー。めちゃめちゃ小さいっすね、ここ。もうね、今ね、5分経過した。あ、深い、なんか。嘘。マジ？いいかもしんない。ちょっと待って待って、どこ行った？あ、ちょっと待ってね。明るくするかな。ここです、ここ。どこ行った？あれ？こっちよ。いでようやく会えたよ。ようやく会えたよ。ここっすね、ここ。やった。あ、ちょっといい感じ。いいじゃない、これ。いいんじゃない？でかしたぞ。よっしゃー。でかしたぞ。今回、ダイヤモンドでもね、見つけ、あ、これはなんだ？これは、フィニッシュですね。早く出よう。早く出よう。そうね。遠くまで来たのに。何でもうまくいったらダメなんですよね。じゃあもう一回ちょっと船乗ろうか。船乗ります。ね、陸危ないからね、これ。さあ、こっちだぞ。お。あ、でもいっぱい。あ、あそこあるな。あそこいいっすね。これ穴っすね、どんどん。完全に穴ですね。もうなんか、入ってくださいっていうもう形してんな、これ。これ穴ですね。さあ、行きますよ。はい、行きますよ。行きますよ。これもうめちゃめちゃ深いっすよ、これ。あれ？あ、来た！あ、ごめん。痛いよ。大丈夫か？大丈夫。ちょっとね、これね、明るいんですよね、なんかね。明るいね。うわぁ、まさかね。こんな広大な洞窟が奥に広がっているのとは。あ、すごいとこがある。あそこは絶対でかいでしょ。あれは行ったな。頑張った。もう船伏せていこうか。伏せていきます。あ、これはでかいでしょ、どんどん。あ、来たな、これ。これは来たな。だいたい穴の形でわかるよな。わかりますね。あ、やばい、気をつけろ。はっしゃー。気をつけろ。はい。弓で。えい。どうぞ。あ、やばい、ミスった。2発連続でミスった。よいしょー。やったな。うわ、でけえ。これは入り口のでかさが半端ない。これはやばいぞ、多分。え？ん？あ、よかった。びっくりした。入り口すらないよと思ってた。あ、これは。あ、クリーパー。待ってろ、俺がしっかりやるからな。あー、よいしょー。よっしゃー。よいしょー。よいしょー。よっしゃー、ナイス。見たか。チュンチュン。これが倒し方だか。お、広いぞ、これ。来たな、これ。これ来ましたね。下っすよね、もうね。もちろん。おら。時間はないから。さ、この後ろもさ。あ、深い。あ、こっち行きます、じゃあ、あえて。こっち行こう、どんどん深い。階段みたい、これ。お、すげえ、なんか。すごい。綺麗に階段式になってる。これはいいな。お、え、なんだ？さっき確認しろ。フィニッシュ。わあ。戻れ。急げ。僕たちには時間がないんだ。やばい。明日の動画できてないって本当？できてないですね。もう徹夜ですね、今日は。明日もね、ちょっと二人でね、朝から予定入ってますから。どうぞ。急ぐ。あ、そうね。あ、また。あ、よかった。びっくりした。なんか嫌な感じだな。ああ。なんだこのジャリジャリな。ああ、光ってるよ。
大丈夫だよこれ。ほら。お。ほら。お。これ。フィニッシュ。ああ。嘘だー。でも僕ね、ちょっと野生のね肝が働いてさ、お、なんだ。多分これね、はい、舌あるよ。あ、この舌あるよこれ舌。多分ね。あ、そういうことか。そう、今回はね真下にあると思ってるから僕。かけよう。マジっすか、これ帰れるかな、はい、大丈夫かな。そしたらもう今回この動画真下掘りで終わるからね。マジっすか。ちょっと待ってね。はい。おお、本当だ。お、野生の勘だ。え、本当にあるとは思わなかった。 すごいじゃん。深さは今ちょっと待って、深さはどのくらいですか。30。あ、まあ、意外に高い。37。あ、クリカ。あー、クリちゃん来た。ほらほら、な、ちょ、援護射撃する、援護射撃。あー、強い。いい子ね。すごいね。ワン、ツーでいけるな。ワン、ツー。そっち上がっていくな。あ、ほんとだ。あ、でも、すごい、すごい。お、なんか広いな。いいねー、今回のやつ。あれ反対、まだ反対あるからね。こっち。あ、こっちだ。あ、そうっすね。こっち行くよね、これ。これはやべえ。おらー、あいたー。いったー。うわ、すげえ抜けてる、これ。いけ。あ、撃たれてる、撃たれてる。どこ。あ、入れれる。ここだ。待ってろ。はいよー。はいたー。はいよー。あーしゃー。はいよー。さらに下。さらに下。もういないか。いないっすね。あ、ゾンビ音はしてるけど。あ、あー。リバイド。待って。お気をつけください。ちゃんとね、弓矢でね。あ、後ろ来てる。よいしょ。ほんと後ろ来てる。おらはいよー。クリーパーもぜひ。よしあ、やべえ、もう近い。よいしょー。えいよー。あー、強い。よしよしよし。イエーイ。この人、あ、後ろに来た。待って。あ、珍しい。やった、いただき。いいな、これ。ちょっと待って、こういう水ね、僕気になる人だから、ちょっと待ってね。水。うん、こういう水、ちょっと止めるの気になる。あ、待って。そうなんですね。ね、あ、クリーパーもいる。あ、やべ、見なかったことないし、こっち。危ない。あ、ほんとほんとほんと。危ない。じゃあこれ、ちょっと見なかったことにして、こっち行きましょうか。あ、おぉ。あ、じゃあ取れたね。高温で掘って4個取れた。やっラッキー。やっぱすごっ。ここ山岳地帯だからなんですね、多分。いいね、ここ。そう、1個あると結構近くに何個もあるんですよね、エメラルド。うわー、まだ広がってるよ、これ。こっちなんかマグマあるんですけど。マグマ？いやー。あー、マソ TV 呼んできた方がいい。ここに見事に落下してくれるからな。あ、金が。あれ廃坑が。え、ちょっと15分じゃ無理だよ。エメラルドある。ちょっと嬉しいなこれ。エメラルド無理だよ。ラッキー。うわ、ちょっとどうしようかな、これ。全然、次に行っても。いいこれ。全然いいっすよ。ならね。あ、エメラルドだ。待て、エメラルド。あ、ラピちゃんもあるぞ。ほんとだ、ほんとだ。え、めっちゃ来たやん。そうっすね。エメラルドはちょっと結構レアだから嬉しい。あ、ちょ、あ、やべ、クリーパーもいる。ちょ、待って、やべ。待って。まずい。ちょっとだけまずい。あ、まずいよ。よいしょ。ノックバックがあるよ。よいしょ、こっちは。待て。お前だけ許さねえ。よいしょ。お前だけや、援護射撃。あー、オッケーっす。いった。一回切りましょうか、じゃあ。一回切りま、やられるね、これ。危ないね。今回結構深いとこ潜ったねー。いやー、潜りましたねー。だいもう15、どうしよっかな。もうここら辺で上陸しようかな。そうっすねー。ちょっと奥まで行ってから考えようか。そうっすね。あとちょっと霧のいいとこねえかな、なんか。あ、お、これは、これこれは、ちょっと。これ、この雲の巣は、これは、廃坑。あ、キリいいよね、これ。キリいいっすね。あ、ちょっと待って、ヘルメットなくなってる、こっち。いや、ほんとだ。ヘルメット、ちょっと。あー、髪の毛が。あー、残念。まあ、いっか。ちょっと本日はね、ここで終わりますか。あ、そうっすか、ね。ちょっと、ここら辺でね、ちょっと、今回綺麗に終わるつもりだったけど、無理だわ、これ。見つかっちゃいましたね。見つかっちゃったからね、これ仕方ないよね。というわけで、本日はね、こんな感じで終わりたいなと思います。で、ヒカクラワールドでもね、いやー、ちょっと僕も、いろいろね、遊んでますので、僕のワールド来てくれてるんだ。遊んでますので、もしよかったら見に行ってみてください。ぜひぜひお越しください。概要欄にあります。それでは、本日はこんなところで、バーイ。前回のカズクラ、
カズさんヒカキンと旅に出る。ただ行くとこ行くとこ、あれ、なん洞窟ねじゃねえかよ。ただ最後の最後であった、そして廃校もあった。本日はここからです。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。あ、大丈夫、あれなんか虫みたいな引っかかってんだけど、あれハロー YouTube。 あ、ヒカクラかこれ引っかかってます。どうもどうもこんばんは。いやソフトに引っかかってますよ。いやこれね終わらなかったね。そうっすね、まさか見つかっちゃうなんて ね頃に。真下掘りしてから冒険してさらに見つかるってね、すごい。でもラッキーっすね。よかった、こっちはね、あの今回で3本取れ3本です、ね、ちょっとうち事情ね、3本取れたからね。ちょっとこっちね、これ山岳地帯なんで、はい、エメラルドがあるんですよ。あ、嬉しいんですよ。いいですね。もうね、通算ここに来てエメラルド9個も取れてる。あ、ラピスラズリもあるかな。ラピスラズリもこれ今回深さ的に、ちょっと待って、あ、いい深さ、19だって。あ、いい深さだ、19回、19の深さの廃校ってことか。ただ今回ね、この廃校攻略だから、そうですね、あの、どっちか死んだらね、よくわからない場所行っちゃうから。そう、あの、本当は気をつけて。絶対死ねないやつですね、視聴者さん。そういうの求めてないから気をつけていく。エメラルドが本当にある。すごいね、本当に。これ結構珍しいぐらいにあるな。うどうだどうだ。あ、ちゃんとこういうの不足してるんでしょ。そうっすね、ちゃんとそういうの取っていこう。これヒカクラワールドだからね。やったやった。あー、ちょっとマグマあるな。ゾンビいるな。お、あれなんか引っかかってる。あー、気づいてない。ルル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 ル
ね、こんみちゃしてることあるからね。そう、こういう、そう、この木のとこにいるんですよね。こんみちゃしてる、ちょっと待ってね、今水止めてくるから。おー、いたいたいた、よいしょよいしょ。じゃあ、こっちはね、金だけある。金はね、貴重だから。あー、やべえ、いいマグマあるわ、いいマグマ。全然来たことないですね、この辺は。あ、どこ行った、ヒカキン。あ、こっちの、ね、あ、いた多分こっち。どうだった、そっち。あ、まだ行ってないっす。あ、上がってって。あ、でもそんな、あ、はい、まだまだ廃校だ。チュルチュル行ってんな。チュルチュル行ってんね。だ、ちょっと高さが上がっちゃったから、エメラルドがあるかな。廃校は本当危ないからね。そうっすね。ちょっとね、先輩、そうだった、ヒカクラ先輩だった。あ、うわ、すごい、いっぱいいる。あー、任せなさい、任せなさい。たまにありますよね、この土の床の空間。きてい、やばいやばい、あ、やばい、クリーパーいる、クリーパー、まだ今回の収録終わるとこだった。危ない危ない。こっちかな。うわ、あ、どうなんか蜘蛛の巣が不思議な感じに、これあら、もしかして下に あるやつかな、あれ毒蜘蛛あるやつじゃない、これあるやつと僕も思ったんですけど、意外と下見るとなんか水流れてて、え、大丈夫かな、平凡。あ、べべべべべべべ、あー、落ちてた。あ、いないいないいない、なんかある。さらになんか下に行けるようになったんです、ね、え、ちょっと待って、そっち行くわ。下に行った方がいいですよね。下に行った方がいいよね。こっちからなんかほら、ああ、でもこれ下洞窟だけど、どうちょっと怖いな、ここ。あっちにちょっと廃校見える。あ、めっちゃいるよ。あ、宝箱発見。あ、いやいやいや、どこちょっとここ怖いな。でしょ、ないでしょ。もう行って、もう大丈夫ですね。ほら、大丈夫か。大丈夫ですね。よーし、あ、もうこれぜひカズクラにね、これ。ちょっと待ってね、まあ、ゾンちゃんに追われてるから。よいしょ。どこだ、ここに。あー、やったぜ。今何欲しい。いや、まあやっぱダイヤとか、あと、うん、ダイヤの馬の鎧とか欲しいんですよ、ね。あー、わかった、うん、出そう。お、行くよ。来たな、これ。せーの、ブンブン。おい、あ、ダイヤあった。ダイヤはあった。何それ、そんな入ってる時あるんですか。めっちゃある。え、火炎耐性。え、何これ、ディクタっていうか、松明一緒だけど、これっていうか、これってなんか新しいやつじゃないかな。新しいとこなんかな、これ。だってこれ僕、今までやってきて一回もこんなレール取れたことないですよ。なんだこれ、何ディテクターレール入ってるって。こんなことあんだ。作ったことないですけど、そのレール。何それ。え、今なんか作ったことないの、これ。なんかこの世のものじゃないかと思ったよ。バグったかも、ちょっと。初ゲット、初ゲットですね。うわ、やったね。いや、完全にこれだから多分生成されたとこっすね、この山。やったな、これ多分10点なんだろう。しかもさ、この下行くとさ、今さ、これすごい深いからさ、え、多分ダイヤモンドの1階に出てくるんじゃないのかなっていう。ね、それ探したよね。ちょっと待って、深さ調べるわ。さ、16階やで出てくるわ、これ。あ、危ない危ない。やばい、マスオさーん。マスオくん。マスオくん。いないな。あ、マスオくん。なんか、ちょっと待って、スケルトンの音がするから、ちょっと待ってね。気をつけながら。こういうのしっかり埋めないとね。おぉ。あ、埋めるスタイルで。そう。マスオくん呼ばないといけなくて。今日いない人の実況、今日いない実況者の名前を連呼する。明日会いますから、ね。あー、なんもないですね、こっち。あー、こっちなんもなしか。マスオゲームズは下の概要欄にリンクあるから。よかったら見てね。
あ、まだこっちもあるんじゃないかな。あ、エメラルド。ないな、エメラルドだけだ。やばい、とろとろ。やばいな、この廃校なんか、いい廃校だな。いいね。これいいとこだったんだな。まあ、ここら辺もチュルチュル音聞こえるからさ、近くにいっぱいあるよね、これ。廃校行くかな、これ。あ、ない。あるない。上か、うんじゃん。あ、待ってね。上、そうですね、これ上ですね。ちょっと行ってみよう。また、みんな気をつけようね。そうですね、チュルチュル。あ、危ねえ。ここ危ねえ。危ない危ない危ない。毒蜘蛛がね、一気に来ると、それだけは危ないの。命奪われるからね。あー、やばい、クリちゃんいた、クリちゃん。あら。ちょっと待ってね、クリちゃんだけは、私が全身全霊で行くから。死ぬなよ、カズクラ。よいしょよいしょよいしょおいったおいったおいったなんかもうちょっと宝に期待しちゃうな、ちょっと。あと一個ぐらい開けたよね、でも。そうですね、ちょっと今びっくりしちゃったんだ、ほんとに。あ、あれ？これさっきのじゃない違う。あ、違う。これ来た。じゃあもう、カズクラパワーでこれ連発してもらって。そろそろさっきのダイヤのね、いきますかね、これ。お願いします。いくぞ。ブンブン。うわ、なんかいっぱい入ってんな。ちょっとガラクタっぽいけど。ちょっとね、レッドストーンとかね。うわー、いい。今回いいなぁ。いろいろ。新しい。超ラッキー。発見がいっぱいあって。あれ、盾何それずるいの立って。今まで持ってたのにそういえば使ってなかったずるい。まあ大体ね、15分で終わらそうっていうのは無理な話だったんですよ。いろいろ。まあでも廃校が見つかってちょっと楽しくなってよかった。あとね、なんか綺麗の良さそうなやつを見つけてね。そうですね。じゃあ次なんか見つけたら。ね。フィニッシュ。いいのね。YouTuber らしいものを見つけて。なんだ、YouTuber らしい。なんだろうなぁ。ほら。いいぞいいぞいいぞ。な、宝箱なのか。あ、なんか洞窟チックだな、こっち。あ、でも、まだ上がある。まだ上あるなぁ。おぉ。なので、あこれはさっきのじゃないよね。見つかっちゃった。あれ早い。見つかったな。見つかっちゃったな、これ。見つかっちゃったな、これ。じゃあもうこれまた。ちょっと早い。ちょっと待って、周りの安全をちょっと今確保してるから。なんか、異世界のレールみたいなの入ってるかな。来るかな初めて見るやつ。なんちゃらレールディクターレールみたいな。よろしく、お願いします。いくぞ。せーの、ブンブン。うおぉ、え、金のリンゴもあるよ。すげえ、これはかなり当たりじゃない。金のリンゴもあるよ。すげえ、ダイヤもある。これはやったわ。すげえ。わぁ、もう今回お腹いっぱいだわ。いい、もういっぱい手に入りましたね、今回。ちょっとなんか、カズクラの金の、ね、その衣装がちょっと運を持ってたのかな。ね、持ってたんだね、今回。ラッキー。いやぁ、いい取れ高になりました、今回。いや、十分っすね、これ。あとは最後にね、一応地点戻るか。あ、やった。そうっすよ。地点戻りましょう、これ、最後に。安全に帰って最後ですから。ただこれ、これもう上掘りしかなくない？じゃあこの辺から僕、ね、結構上掘りうまいの。あ、上掘りって真上に掘っていく感じ。いや、斜め上掘り。あ、オッケーオッケーです。うまい？うまいくはないと思いますね。で、気をつけてね。はい。すっぽりどっかに繋がる可能性あるから。うわ、クリーパーの顔が、あーマジ？クリーパーの顔がね、ドアップで出てきました。ちょ、行ってみてください、これ。あ、後ろ後ろ後ろ。待て安全の確保が大切だ、これ。クリーパーの顔が出てくるんで、ぜひ。楽しいのね。あ、ちょっと本当に危なくないこれ。落ちてきたりして、どっから帰るよこれ。あ、消えてる。あ、やばい。後ろにいる。ちょっと危ないです、マジでこれ。これ危ないよね。こっちにも奥にも見えるしさ。そう。うわ、すごい。収納されてる、へこみに。大丈夫？あ、やばい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 。セーフセーフセーフ。大丈夫？あ、大丈夫です。あ、危ねえ。大丈夫これ。セーフセーフセーフ。危ねえ。2連続で収集。危なかった、今。じゃあ、こっからまた上に。あー、危なかった。ヒカクラがいなくなるとこだった今。こんだけね、取れなかった時にね、やられるの嫌だもんね。皆さんの期待にはね、応えませんから ねみんなの悲しむ姿はね、実況者としてそうですね、ね、見せることはできない。あ、夜ですか。結構なんか入ったらへんのとこに抜けた感じじゃないこれ。大丈夫これ。うわー、なんか狙われてる狙われてる。大丈夫大丈夫。ほらよいしょ。よっしゃ。で、ここはどこですか？どう？あの洞窟はもうわかんないですね。どこだろ？じゃあもうコンパス見て。もう木材使って海辺を泳いで帰りましょうですね。よしよし、安全に帰ろう、安全に。しゃあ。よいしょ。コンパスがあるんでしょ？いいコンパスが。コンパスあります。いいコンパスで帰っていきましょう。カズさんが久々に見たっていうね、コンパス。普通座標見て帰るんじゃないの？普通。あ、そうなんですね。さあ、帰りましょう。じゃあもうこれ、第一拠点の方に向かっちゃっていいですか？うん、もう向かって、向かえばいい、向かえばいい。一回降りて。一回降りましたと。よし、じゃあ、ちょっとどうする？これ回収していく？ダッシュカズクラで。あ、ぜひ。やっぱ今後ボード使うから几帳面でしょ、几帳面。そうですね、家もね、めちゃめちゃ綺麗ですからね。ね
マイクラ史上こんな綺麗な家作るのかぐらいね、僕たち二人はね、いい家しか作らないことで有名ですからね。で今日カズさん初めてね、あの本当のリアルヒカキンの家に来てね、ね、もう綺麗だっつって驚いてましたからね。めちゃめちゃ 今リアルヒカキンの家だもんね、ここ。そうです、もうめちゃくちゃ撮影してんの、あの片付いてますからね、すごいよね、はい、このいろんなカズさんが来た途端にね、笑っちゃってね、もう片付けたいってすごいよね、このなんかある意味の余裕感いやいやいや、でも男の一人暮らしなんでこんなもんですけど ねこれは大丈夫っしょ。あ、よしよし、あ、全然大丈夫、うん、大丈夫じゃん。ビビりすぎちゃういつもなんか落下体勢すごいついてるから相当高くから行っても大丈夫だからね。あ、そうですよね、落下体勢。あ、あの、絶対ね、入っちゃダメだからね、マグマ。あ、これですね、うん、うん、あの人の場所マグマ系マインクラフターなんで ねマグマはね、今度もう彼のもんだから、もうあ、もう完全に場所分かりました。分かった。はい、もう分かったんで、もう待ってボートで行った方がいい。ボートで行けばいい。そうですね、またこれ行くよ。いしょよいしょ、見えてきましたよ、家の。あー、なんか来ましたね。もう発展しきった村ですか。もうね、もうこれ以上の発展はね、なかなか難しいよね。そうですね、もうビルだらけなんでね。あれやってないんじゃないの、あの、なんすか、マンションやってないですよ。今まだほらこれ原始時代みたいな感じ。今ここですね、ここ。あ、ちょっと、あ、ちょっと、もう燃えてる燃えてる燃えてる、やべ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 、髪の毛燃えてるみたいになってる。ちょっとここ通って、あ、ちょっと、ちょっと、ここでトンネルがあって、お花トンネルが、床がちょっとから綺麗にしたんで。あー、いいね。これ見たよ。マーブル状にしてみたって。でも出るともうボコボコなんだよ、お前。イェーイ、帰ってきたー。あー、帰ってきましたねー。ここ最初のね、カズさんが現れたらへんですね。いや、今回ね、ちゃんと、撮った、いいやつね、ちょっと宝箱に入れて、終わりたいなと思います。ぜひぜひ。さあ、な、ちょっとなんか、フリーのボックスに入れてっていいか？フリーのボックス、ぜひ、ね、こっちの、あ、この辺フリーっすね、この。ここ？この辺。そうそうそう。な、ここにちょっと、いいの入れますね、僕。はい、ぜひ。な、今回手に入れたので、エンチャントの火炎耐性3。すげえ。で、レッドストーン。素晴らしい。金ゴッド。これ、金の、いや、久々に見たこれ。ダイヤモンド。2個。ほんで、まあ、金鉱石とかまあまあその辺とだよね。今回の成果はこんな感じです。あ、素晴らしい。あ、それレール。それ初めて見た。レール。こんなもんかな。あと弓矢も一応預けておくね。あ、ぜひぜひ。うん。でさりげなく僕も今取ったら入れると、うん、エメラルドでしょ。あー、すごい。ラプスラズリでしょ。おい、100個ぐらい入れるやん。結構取ってます、ほら。あ、めっちゃ取ったやん今回。こんな感じ。あとね、これね、貴重なコンパス。いやー、今回はですね、大成功。お疲れ様でございました。いやー、ありがとうございました。いや、廃校冒険いい経験になりました。すごい遠い廃校でちょっと怖かったんですけど。ちょっとね、僕もね、このヒカクラのワールドからいろいろね、パクリでインスパイアされてね、こういろんなものをね、作っていきたいなと思いますんで。ぜひぜひ。はい。で、またヒカクラのワールドもね、皆さんまたすごいものこれから作るみたいなので、下の概要欄からね、皆さん、なんかあったらね、見てください。いいよければお願いします。はい。それでは本日はこんなところで、せーの、ブーイ。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いやー、呼べるかな、本当に。いやー、実はね、本日、もう前回作ったあの罠に大物実況者を落とすというシンプルな企画でございます。いやー、あっちの方ね、あっちの方ちょっと見に行く。いや、行かなくていいか。いや、みんな見たよな、前回。飛ばさずに。はい、はい、先生行きますよ。はい、飛ばさずに見てくれた人、相手あげて。ちょっと待って。大丈夫だよな。シーンとかなってねえよな。大丈夫だよな。いや、絶対大丈夫だと思う。うん。先生は、みんなを信じてる。なんか、たまにはね、こっちの方ね、もうまあ、後ほど、まあ、また後ほどですよ。大物実況者呼ぶのは。大丈夫かなぁ。ていうか、今これね、マルチモードってね、ぶっちゃけさ、どうやってやるんだっけ？欄に公開とか、それでしかできてなくて、本当はなんか、マルチ用のなんか、レルームとか、そういうのね、ガチンってできたら最高な、っていうか楽なんだけどね。だから、その人の現場に行かないといけない。だから、ある意味で今日はね、その、大物実況者の家に行くって企画だよ。いや、なかなか大変だよ、それ。スカイプでやるとか、そんなんじゃなくて、大物実況者の家にね、直接行くってこと。うまくいってるといいなぁ、今回の企画。まあ、とりあえず、まだこれ動くかな。よいしょ。あ、動いてる動いてる。これもね、大量に集めて、いい村を建築していくんだ、俺。あ、いい調子、いい調子、いい調子。どれどれ。あ、もう、みるみるうちに増えてったら、みるみるうちに。よいしょ。
まあ、こんなもんか。な、とりあえず本日はね、ちょっと、人数確認とかしてみよっか。最近ね、ゾンちゃんの脇がね、素晴らしく良くなっちゃってさ、減ってることないよね。あ、ここ一応ね、あ、ゴーレムさんが警備してくれてるんだ。例えばさ、ドラゴンの村人さんとかってなると、2体いたんだよね、前まで。ちょっとそれのね、チェックしてみよう。まあ、どっかに引っ越した可能性は否定できないけどね。今んとこね、あ、いたいた。一体いたわ。どうもどうも。あ、シソさんか。あ、分かった、大成。意外に悪くない。宝釣りに、あ、悪くないね。あと一体は、あれ？あれ？あれ、減ってない？え、トイレ、ほう？いや、絶対気のせいだ。絶対気のせい。絶対、うん、いつか出てくる。いつか出てくるって俺、信じてるから。うん。あんじゃ、もういいや。いろんなチェック終わった。うんならね、もしかすると、いけなかったかもしれないし、もしかすると、大物実況者のとこね、行ってるかもしれない。うんじゃ、ちょっと、何も知らない大物実況者のところに、移動してみよう。よいしょ。はい、どうも、こんばんは、カズクラでございます。あー、今日何しよう。もう村もね、完全に発展しきってる。発展しきってるよ。ほんでね、村人もかなり元気にね、活発に動いてる。ほら。待て、最近のモッドは声も出るようになったのだ。え？ブンモンハロー YouTube。光ね。っていうかね、これ1年ぶりかな？そうなんですよね。この、まあ、ちょこちょこ会うことはあるけど、この中に入ってきたの1年ぶり。そう、超久しぶり。めちゃめちゃ進化してる。これなんで金の剣なんて持ってんだろうね。そうなんですよ。なぜか金の剣とゾンビの肉持ってるんですよ。これ多分、前来た時の。あ、食料的なやつ？そうなんですよね、多分。久々にモッドの世界から抜けてきて、どうですか、こう。いや、いいっすね。落ち着いてますね、やっぱり。すごい、建造物がだいぶ変わってる。そう。この1年でね、この勝村も頑張りましたよ。あのロケット発射の便器みたいなのはどこだ？あれか。そう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 。便器ってなんだよ、ロケ便器って。すごい、この道路とか。そう。この素材をまず僕初めて見ました、この。これすごいんだよ。ほら、ぶっ壊して。これ砂。これ砂。砂に色つけられる。そう、色つけられてさ、いろいろできるんですよ。あー、すげえ。で、今回は、まあ、ヒカキン君もね、まあまあ忙しいからさ、特別なゲームをご用意いたしました。はい、お、なんだなんだ。ちょっと、太陽の位置、大丈夫だな。もうすぐ終わるから、こっち来て。はい。もう5分で終わるから。なんだなんだ、太陽。今回ね、やっぱ勝負事ですよ。はい。やっぱ操作自信あるでしょ、ヒカキン君。あ、もうマスターですから、はい、ね、マスターでしょ。え、なんだこれ、変なの、すげえ。うおーおー、これ並べといた。これ初めて見た。あ、やべ、ちょっと待って。え、なんだこれや、これ、数残し、やり残しとか言って言われ怒られるんだ、これ。よし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 。すげえ、美味しそう。前、なんかのイベントでね、一応、回収しといて。そう、もったいないから。はい。はい、なら、ちょっとこっちの方来てください。なんだなんだ。あっちの方にね、特別なステージを用意したんですよ。なんすか、ケーパーみたいな。KPE。ケーパー？あ、あれね、地元にエルパっていう、建物が、すごいショッピングセンターがあってね。それパクったんですね。そう、パクった。いや、パクってないよ。オリジナルだから、あれ。あ、これは、あ、これでもない。そう、これでもない。へぇ。もういろいろね、建造物があってさ、こっちに特別なステージを作ったの。なるほど。すっごいシンプルなゲームだからさ。へぇ。おわ、ちょっと、ちょっと、いつの間に、ちょっと、ずるいぞ、ずるいぞ。この先にね。なんだこれ、シンジーって書いてある。そう。そう。なにこれ、うわ、あ、これ。そう、そう、一回そこら辺に置いといた方がいい。わかりました。シンジどっか行っちゃうから。今回はすごいシンプルなゲームで、はい、一旦ここで止まってて。わかりました。ここでなんだこれ。ヒカキン君ならこっちの、はい、ほんで今回はこのマグマの上を渡って歩いて、はい、ほんでゴールすると、はい、このボタンを押すことで、はい、花火が打ち上がる。あ、押したらあかんよ、まだ。あ、大丈夫。貴重な一発しか入ってないで。ほんでここに来てください。はい。ほんでどっちが先に綺麗にマグマダイブせずに行くかっていうシンプルなゲーム。了解しました。5分で終わるでしょ。なんかこれご飯、とりあえず腐った肉食いますね。いきますよ。食べて。これしか持ってなくて。いただきます。はい。うまそうだなぁ。うぇぇ、体臭そうになってる。助けてくれ。食べ物もらっていいですか、なんか。あ、食べ物、はい、仕方ないなぁ。貸しだぞ。なぜかね、入った瞬間から腹減ってる状態だったんですよ。前回のままなのかもしれない。やべ。そう、それのまんまだね、ずっと。俺のせいでなかなか回復が続かない。そうですね。
あ、でも、あ、もう全回復したよ。大丈夫そうです、はい。ふんなら、早速、スタートいたしますか。このブロック大丈夫ですか、これ。何が？あ、大丈夫。大丈夫、そのブロック。うん。何の問題もない。オッケーです。では、早速いきますよ。わかりました。え、から、もうすぐ。スタート、もうすぐです。そういうゲームですから。わかりました。いきます。せーの、スタート。あー、あ、そうそうそう、早い早い早い。待って待って、え、嘘嘘嘘嘘。ちょっと早すぎだろって。早すぎだろって。そういう感じ。もっとゆっくり行けばよかったの。いや、もうしっかり渡り切っていきましょう。待って、今のはまあ練習だな。ちょっと一発目で一発目で落ちてったよ。そっかそっか、そういうことですね。一個一個慎重に。あ、そうそう、一歩一歩慎重にだよ。一緒にやっていくって感じ。そう、今のはまあ練習ってことでね。スピード勝負かと思ってた。そう、いや、スピード勝負はスピード勝負だけど。あ、場所分かった。今ね、ちょっとシンジ連れてくから。まあ今の練習な。優しさだ。今の練習な。あ、いた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 。あ、いた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 。ほら、持ってきたぞ。やった持ってきたぞ。よいしょ。はい、これに乗って。よし、こっちか。あ、男の決戦だから。はいはい、やっぱね、バギラしばらくやってないから腕鈍ったんじゃないのか。いや、ちょっとなんかあの、なんだろう、ジャンプしすぎましたね。あれ、どこだっけ、この辺だ。このまま、あっちだ。あっちか。シンジがシンジがダメージ。さあ、こっちだ。はいはい。あ、もう夜が来るな。やばいやばい。さあ、こっちの方に来て。わかりました、この辺じゃあ下ろしといて。よいしょ。あ、一旦寝ようかな。もうあと多分 2,30 秒で。ここだ、ここ。すごいベッドの量だ、相変わらずこれは。そう、ベッドしかないからね。あ、来た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 。よし、寝よう。あー、よく寝たー。よく寝てさあ、なら、さっきは何もなかったはずだ。はい、さっきは何も見てなかった。そうですね、そう、練習でした。練習だよ。あ、自分の相手。よし、では行くぞ。一歩一歩。難しくなってんだよな。しっかりと、これ難しいよ。一歩目が一マス空いてて、次二マス空いてるんです、ね、そう、はい、行くよ、はい、せーの。よいしょ。あ、よっしゃ、いけるかな。え、これ勝負ですよ。勝負ですよ。これいけます。勝負ですよ。はい、待って、ちょやったー。待って、せーの。うおー、よし。あー、やべやべ、あー、やべ。あー、あー、このボタンを押して終わりだ。やったー。あー、やべ、なんだこれ。あーあー、はい、やりやがった。ドッキリ大成功。なんでそんなゆっくりやってんのかなと思って。そういうことか。ちょっとスポンジ店まで行こう。完璧だったな。あれ、ここだ。あ、いた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 。うわ。はい、こんな感じでね。これ前回、カズクラの方でこの罠を仕掛けてたんですよ。罠を仕掛ける回で。ほんで今回つながりましたね。なるほど。いや、ほんと忙しいのにね。もう撮影参加ありがとうございます。ご協力。あ、ボタン押してもな。あ、ボタンが、そっか、崩れるようになったのか。そう、ボタン押すと崩れるってシステムだから。ありがとうございます。ドッキリシリーズでございますよ。いや、熱かったですわ。いや、またね、バギナー世界待ってるからね。そうですね。うん、ほんでね、ヒカキン TV 最近ね、もっと楽しそうにしてるから、もしよかったらね、ゲームズの方遊びに行ってみてください。ぜひぜひ。うん、じゃあ、ほんじゃ、こんなところでね。せーの、バーイ。